ト群虎町祖トラ長祖、東部アップ、ローコナダは中国領年省大連市南端に広がる景勝地。中国の観光地東急アーアーに認定されている。4トルの海岸線と断崖絶壁の岩場により形成された大連市を代表する景勝地で、ローコナダ広場には中国を代表する彫刻家であり、 北京オリンピックのマスコット、福愛のデザイナーとしても知られる、ハンビリンの手による35メートルの巨大な6頭の虎のモニュメント、グントラ調査が控える。岬の突端には、ローコナダと刻まれた石碑が建てられ、その下には、ローコ堂というホラー穴がある。隣接する大連ローコナダ海洋公園には、鳥五輪、シロクマなどの動物をはじめ、イルカアシカのショーを見学できる、 大連極地館、産後館などがあり、2005年5月8日には、国家旅遊局から最高級である中国の観光地、東急、あーアーに指定された。昔々のある日、海の北側にある漁村に黒い色をした一匹の虎が、やってきた。どこからともなくやってきた。この虎は、凶暴なことはだしく、村人のほとんどがやられてしまった。村に住む、 石荘という青年が何とかしようとしていたが、明暗が思いつかない。そのまま海辺まで来たその時、遠くの方から若い女性の、助けて、と叫ぶ声が聞こえてきた。無我夢中で声のする方へ行ってみると、やはり、あの国子だった。怒りに任せ、持っていた弓を放つと、国子はどうと、一声上げて倒れてしまった。起き上がった女性が石荘に感謝の言葉を述べた。 彼女は、東海竜宮の竜女だという。さらに、この虎は普通の虎ではなく、国庫星から凡ンリきた国庫で、南海竜宮の血がやかし方圏でないと倒すことができないのだという。その方圏を、東海宮竜女に取ってきてもらい、ようやく国庫を退治することができたが、丸一日続いた、激しい戦いのため、一層ちを吐いて倒れ、そのまま死んでしまった。そのことから、 この海辺を老古だと言い,い、南に位置する山を一層山と言うようになった。ありがとうございます。